低糖質、高タンパクの食事で筋肉量は落とさずに無駄な脂肪を落とすライザップ式食事術。低糖質、高タンパクが叶えられ、しかもレンジでチンするだけの超簡単ライザップご飯でメリハリのある美ボディを手に入れよう。今回はライザップの栄養管理士が監修した綺麗に痩せるレシピ3種を紹介します。ささみとナスのレンチン蒸し。低糖質だけでなく1食 25g のタンパク質も無理なくクリアできる一皿。火を使わずにレンジでチンするだけ。1人分。タンパク質 26.1g、 糖質 4.5g、 カロリー 150kcal。 材料1人分。ささみ2本、 100g、酒小さじ1、塩少々、茄子2本、おろし生姜小さじ1、醤油適量。作り方。1、ささみは耐熱皿にのせ、塩を振り、酒をかけ、ラップをして電子レンジ600ワットで約1分20秒加熱する。粗熱が取れたら手でほぐす。2、茄子はヘタを落とし、ピーラーで皮を剥き、水にさっと通して耐熱皿にのせ、ラップをして電子レンジ600ワットで約2分加熱する。水に取り、粗熱が取れたら手で裂く。3、ささみとナスを混ぜ合わせ、器に盛り、おろし生姜、醤油をかける。ツナ缶のラフーラタトゥイユ。1缶で約 16g のタンパク質が取れるツナ缶を使ったレシピ。トマト缶と昆布茶を使ったしっかりめの味付けでお腹も満足。1人分。糖質 7.1g、 タンパク質 14.8g、 カロリー 115kcal。 材料2人分。ツナ水煮缶 160g、 ナス1本、シシトウ6個、刻みネギ1/2本 50g、 A ホールトマト缶 150g、 昆布茶大さじ1と1/2 9g、 オリーブオイル小さじ1 4g。 作り方。1、ナスは乱切り、シシトウはヘタを取り、包丁で切り込みを入れる。2、刻みネギ 1A を耐熱皿に入れ、ラップをかける。3、電子レンジ600ワットで6分加熱し、水切りしたツナ缶を加える。鮭とピーマン、キャベツのピリ辛蒸し。忙しい時の作り置きにぴったりの低糖質おかず。4人分をまとめてレンジでチン。冷蔵庫保存で3から4日は持つ。1人分。糖質 3.1g、 カロリー 95kcal。材料4食分。生鮭切り身1切れを4から5等分にそぎ切り2切れ、ピーマンヘタと種を取って乱切り3個、キャベツざく切り 150g 10分の1個程度、塩鮭各少々、 A 豆板醤小さじ1/4、味噌大さじ1、酒大さじ1、醤油小さじ1/2。作り方。1、先に塩酒をなじませる。2、耐熱皿にピーマンキャベツを広げ、1を乗せ A をかける。ラップをふんわりとして電子レンジ600ワットで6分加熱し、蒸らした後全体を混ぜる。いかがでしたか？以前の動画ライザップ式の食事術では、今回紹介したレシピをいつどれくらい食べるかを紹介します。美ボディを目指して食事の参考にどうぞ。